コンパス。コンパスには素直な方向とクエストのある場所のシンボルが表示される。チャレンジのシンボルは近づいた時だけ表示されるぞ。おお、なるほどね。まあそのコンパスの示す方向に行けばいいんかな、基本的に。さあ仕事に戻ろうっと。集めた花粉を置いて仕事に戻って、図書館に行こうってことだね。右上でも赤の花粉って見つけづらいんだよね。八の、そろそろ書物庫を訪れてみるのもいいかな。書物庫、はい。昨日はゲームと、ゲームメニューと巣の図書館で見つけることができる機能を完了したり進めたりすると知識ポイントが手に入る。知識ポイントってなんだ。なんだこの輪っかを蜂が通る曲芸みたいな。知識を覚えると曲芸を覚えられる。結構あるね。外を飛び回って見てみた方がいいかな。外を飛び回ってみる。まあ、結局花粉探しなよな。そうやね、花粉の手がかりを書物庫で得たというか。あなた、書物庫にいたミツバチよね。あ、そうです。一つ教えてあげたいことがあるの。おお、四つぐらい教えてくれよ。ねえ、おばあちゃんの断蜜ダンス、え、なんか今ダンスって言ってなかった。ちょっと待って、赤色のピュッて飛ばしてもらったけど。探しているんでしょ。はい、そうです。動物園を試してみるといいわ。ああ、動物園ね。なるほど。素敵な花を持ってる優しい女性がいるの。生き方はダンスで教えてあげる。生き方の字がおばあちゃんに言われるとそれ重いから、生き方はダンスで教えてあげる。すべての動きを正しく押そうと。はいはい、わかりました。あ、下左って動いたから下左って動けばいいわけね。はい、下下上、あ、オッケーオッケーオッケー。上下左上、これで何なん。早速動物園に向かってみるよ。動物園の、あ、道しるべを教えてくれた感じかな。なになに、知識ポイントはチャレンジを完了すると獲得できる。チャレンジの種類はマーカーの色で区別される。あー、こういう色が立ってるところでなんかチャレンジミッションみたいなのを受けられるということかな。なるほどな、わかった。ちょっととりあえず見つけたらやってみるか。ちょっと気になるな、リーゼントマン。ちょっと髪の毛数にしてもいいですか。ねえねえ、ちょっとお兄さん。かっこいいお兄さん。あ、ちょっとなんかサスモーションみたいなのしてるよな。おいおいおい、頬スリスリしてんのかな。微動だにせえへんな。犬、あ、犬はちょっと嫌がった。お、用語集でジャーマンシェパードをアンロックした。アーカイブの確認。あー、なんかいろんなものに触れることでその図鑑みたいなのがアンロックされて、シェパードの生態みたいなのが分かるんかもしれんな。お、この赤い柱か、これやってみるか。ここで格闘チャレンジを受けますか。はい、ブブン、ほら、そこのミツバチ。ここはスズメバチの縄張りよ。ブンじゃなかった、前部分に増えた。誰のものでもなかったはずじゃない。お、正論。あら、そうなら、それが本当か試してみる。本で年資財宝やっけ、耕したら俺のもんみたいなやつ。蜂の世界そんな感じちゃうんかな。ブロックしてカウンター、オッケーオッケーオッケー。いや、これやっぱ一回やると慣れるな。慣れたらこっちのもんやわ。ブロックのブロックでブロックでカウンター、あー出ない。ブロックでカウンター、オッケーオッケー、買ったわ。あー、これでいいね。よっしゃ、さて地図見ようぜ。で、ズーがこれが上、自分でズー左か。これ左行ったらズーってことかな。動物園遠いな。まあ行こうか、動物園向かおうって出てるしね。地図見て動物園向かうハチもなかなかおらんけどな、人間の。何してるこれ。おお、僕の夏休みみたいなことしとる。ちょっと俺も混ぜてくれよなあ。ねえ、カブトムシの戦いにカメキリとか混ざることあるからさ、ハチも混ざってもいいんじゃないの。ああ、な、いいいいか子供よ。ちょっと入りにくいな、横入り入れたんやけど真ん中に入った。入った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 入れた。喧嘩はやめてくれ俺を。うわあ、視点がバグった。もうやめとこ、疲れた。次のミッションこれか。はい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 、行ってみよう。
用語集、動物や植物に関する情報は用語集で見つけることができるぞ。何か新しいものを発見するたびにここに詳細情報が。私たちみたいに卵は産むけど、はいはいはい、あいつらの幼虫は蜂蜜じゃなくてミツバチを食べるんだ。ああなるほどね。幼虫ってことはね、ヒヨコがミツバチを食べるってことか。あ、それで天敵なんやね。へえ。ちょっとお前の子供がさ、うちの仲間食うんですけどさ、ねえ、聞いてもらえますねえ、ちょっと何、4号室でミミズワンロックした、なぜ触った覚えはないが、おしっこをかけるとチンチンが痛むとかそんなこと書いてあるのかなあれ迷信らしいけどねえ。これハトやな。ん、あ、カラスか、ズキンガラス。ああなるほどなるほど。自然界をいろいろこれで知ることが、なんかカラスにも食われそうな気するけどねえ、ちょっとこの動物園でいろいろ突っ込んでみるか。あ、豚さんおる、豚さんおる、ブーうん、お、これは、あ、家畜の食ったバナナにうまく着陸して、あが、うまく着陸できない、皮からこの甘味を吸って自分のこのブーストゲージを貯められるわけやな。まあブーストゲージほぼ満タンやったから、よしよしよし、キノコがほとばしった、おりゃあ、でも豚の、あ、来た来た来た、用語集で豚をアンロックした、アーカイブの確認豚についてもこれで知識を得たわけね。で、これヤギか、おい、ヤギ、ヤギのケツ、ヤギの知識を、次の場所や、大きい動物だ、あ、シママネ、あの友達の言う通りならそろそろ近いはずだけど、ほうほうほう、もう動物園やけどな、ここどう見てもサイとシマウマって同居してんねやな、大丈夫なんかな、これ。あ、白サイアンロックや、やった、うん、いやこれは大丈夫なんかな、あのサイとシマウマは温厚な食、ね、草食動物やからみたいな。あれカパか、おお、ヒポポタマちゃん、この子も用語集一応アンロックしとこっか。結構いろんな動物がリアルに触れ合えるから、そうそう、このゲーム教育用ゲームなんですよ。そんなだけあるな、ようできてるわ。よし、次の目的地はこちらね。3つ集めながら来ましたか。動物も人間もいっぱいいる。でも今は花の婦人探しに集中しないと。あ、そう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 、花の婦人な。花の婦人はいつも伝説の花をバスケットの中に持っている。伝説の花？体操すぎ。伝説やすない。これか。伝説の蜜得ようぜ。オッケー、伝説の蜜ゲット。とっても質のいい花粉だ。でもこれだけじゃ足りないな。伝説やすく扱うな。これだけじゃ足りないなじゃないよ。花蜜蜂たちなら何か教えてくれるかも。ねえ、この辺りに珍しい花とかないかな。いや。なら競争でどう？追いつけたら花のことを教えてあげるよ。なんかこれ喋り方ちょっと鼻に詰まったような喋り方すんな。追いかける、あーなるほどね。リンゴを、リングをしっかりと通っていくと、まあ、こういうのはね、いろんなゲームでハングライダー的なゲームであるから慣れてる。ただ WSDD で、おお穴入んのか、あ、やばい、結構今穴通りミスったんじゃないか。あれ穴なくなった、あーなるほどマークをミスりすぎたからそうなったんや。やっぱり穴はしっかりと通っていかないとミスにカウントされてしまう。あーまたミスった、あ、と取れた取れた、今の OK、 あ、なんか OK っぽいな。右で左で、きつい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 で、だいぶ引き離されたんじゃないかね。ダッシュゲージあるから、まあまあこれ使っていって、ちょっとこっちが、いやそれ無理やろ。あ、でもここ通ればまだいける、まだ参る、オッケーオッケー。この矢印と、あー取れなかった、これ結構ハードやわ、風も強いし、まだ間に合うか。高速ミツバチのジョーダンを捕まえようやからな、追いつかなあかんねやろこれ。どんどん引き離されてんもんな今。ダメかもこれ、このスピードを取って、あー取れない、うー、あ、取れなかった。よし、あと0輪っかで、取れなかった、ね、
ぬ、あ、きつい、あ、きつい、あ、揺れが、揺れが。もうダメだ、せやね、ミス多かったね、はい。冗談待てー、これめっちゃ難しいわ。よし、このスピードパワーをためて取れた、オッケーで、あー取れない、まあ仕方ない。スピードパワーできるだけ取って、でブースト使っていって、どんどん距離を縮めないと。あら、取れな、取れない。でもまだブーストゲージあるぞ、しっかり。ういうい、あーあー、おお、捕まえた。なんだ、なんか結構離された気するけど、オッケーなんやな。ありがとう、熱帯雨林、ね、それとね、公園には早いミツバチがたくさんいるんだ。やっぱ喋り方気になるわ。きっとスピード勝負を挑めると思うよ。ああ、わかりました。結構強かったけどね、この子ね。追跡チャレンジを受けますか。ああ、これねえ、この界隈じゃあなたが最速の者だって言ったの。道場破り来た。イニシャル D かよ。そうよ、この私に追いつける。君が最速かい。あ、やっぱ2つな、ない、この子ただのミツバチ。頑張んべ俺ミツバチ。あ、でもね、シンプルイズベスト。おーっと、いきなり椅子にぶつかっていく。ここ障害物多そうや。再戦いくぞ、むずいねよな。下通って、あ、なんか当たるな、やっぱり狭いね、道が。犬に弾かれる。ほい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 、うわ、ちょっと酔いそうなるが、見てる方大丈夫でしょうか。ご視聴本日も誠にありがとう。あ、捕まえました。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。巣の中にあるトロフィールームに急ぐわ。はい、帰ります。はい、そうですね、その通りフィルムだ。ここで知識ポイントを使える。西洋ミツバチ、オオカバマダラ、あ、じゃあ左側の今のミツバチの図鑑がアンロックされたということやね。トノサマガエルをアンロックできる。へえ、あー、カエルは皮膚からなんてらかんてらって書いてあったね。こうやって図鑑をアンロックして、動物に関する知識をつけていきましょうっていう、また教育的なやつなの、ね。なるほど。あ、ゾウ来た、ゾウ来た。へえ。おお、すげえ。3D。立体で全部見渡して。あんま嬉しくないな。なんか可愛い女の子の 3D とかさ、ぐるぐる回してさ、 RPG とかでさやるけど、トノサマガエルぐるぐる回すことになるとは思わんかったわ。ふん、花の婦人、あっちも花粉こっちも花粉。今日は動物園を探索して良い花がないか調べた。どうやらここには夫人がいて、今までに味わったこともない素敵な花のバスケットを抱えているみたい。よし、はあ、羽大丈夫かな。集めた花粉をこうで置いて、羽のことなんか気にしてないで、もっと花粉を集めるの。とにかく花粉を集めるのね。はい、あ、スキンゲットのもあるんか。まあまあ、とりあえずこのままでいきましょう。はい、花粉集めるか。もう働き蜂は、なんだ、おやおや、これは何かな。お前は何かなやし、めちゃめちゃええ声やし、もう終わりだわ。悲観的すぎる。そうともさ、ミツバチよ、お前たちはもう終わりだ。ええ声やな。いつもすべて私が手に入れるのだ。スズメバチ、おお、スズメバチやからな。今棒読みきゃ。女王陛下に警告して、私ができるだけあいつを食い止めるから。オスズメバチの動きを鈍らせろと。私と戦うだと。こいつ。はい、戦闘準備ね。でもオオスズメバチ体力 300? 待て、ちょっと戦い方に慣れたとはいえ、ブロックしてのブロックして攻撃、あれやべ、向こう攻撃が早い、全然。あー、入ったカウンター。ふっ、いや、やばい、防御早い、なかなかすぐカウンターならへん。オッケー、カウンター入った。おい、オッケー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 、おい、
はい、強いよ。でもあ、ダメだ。はい、上の下、オッケーオッケーオッケー。うわ、フェイントめっちゃかけてくる。ボクシングかよ、マジでこれ。よし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 。必殺技からの三発、どうや。結構ダメージ受けたやろ。やっぱ、あ、遅いな。ガード、オッケーオッケーオッケー。カウント入っていく。もう一回、あー、くそ、やめて。うっ、いいが止まらん。おっ、あ、あかん。うん、あー、あー、マジか。強すぎる。半分減らしただけでも十分やと思うねんけどな。抵抗など無駄だ。え、負けいべこれ。どうなん、強すぎるけど。ハードモードってこんなにハードなの。ダメなやつこれ。通さないよ。お、お、まだ生きてる。大丈夫や、生きれる。まだ生きれる。アフルコン TV は、フルキン TV は。おほほ、どうするんやここで。なんだこれはじゃないよ。そうなるよ。なんで丸腰で来たんや。ミツバチの巣に一人で来たんやから、こうなることは想定できるやろ。なんだこれはじゃないよ。いやでもこれスズメバチ集団で来られたらまず無理じゃない。おお、あ、なるほどなるほど。俺が頑張ったおかげで、あ、あ、喋ってん、情報これやっぱちっちゃいな。ちょっと腹からお願いできますかね。はい、わかりました。心に肝に銘じます。集団で戦えばいい。でも向こうも集団で来るやろ。え、スズメバチも集団を作る蜂よね。そして日々は過ぎてゆき。おお、冬はさらに近づいてきた。あか、冬眠を学ぶのか今度は。ミツバチの四季を学べるというふうにできてね。冬がやってくる。夏も急に過ぎていって、そろそろ花も枯れていってしまう。私はできるだけたくさんの花粉を巣に持ち帰るためにずっと頑張っているところ。けど今日は最も招かれざるお客さんに頭を悩まされたんだ。そんなのもオオスズメバチというわけで、会話に聞き耳を立てようだと。上上上上、あ、ここ怠け者のミツバチたちだ。噂話ばっかりしてる。やっぱ蜂の世界でもそういうやつらおんねんな。思ってるみたいだ。なんだろうな、井戸端会議ばっかりして全然働けへん君たちは。ほんまここで聞き耳立てよ。一番聞こえる位置で。あ、こっちか。はいはい、ちょっと後ろで。まあそらそうやわな。ねえ、また偵察蜂が行方不明なんですって。こんなこと言ってる。カエルに食べられちゃったって話。ああ、カエルね。ひどい。天敵やろうな。偵察って危険な仕事よね。そうね。それにオオスズメバチの攻撃で大勢が失われちゃったし。ああ、そうやったんや、あれ。今なんて偵察蜂の数が足りてないんじゃないかしら。 あの時結構な犠牲があったんやな。遊園地を調べてみたらいいんじゃない。遊園地や。危険だけど、あそこなら良さげな巣の場所がありそうだし。ああ、私ならなんとかできるかも。陛下に尋ねてみよう。自信かやな。女王に話しかけて手伝いを持ちかけよう。オッケー、手伝わせろ。私が最強だ、女王よ。陛下、偵察蜂がまた一匹失われたと聞きました。本当なのですか。失われたっていう表現いいな、優しいな。残念なことに今年は厳しい一年となっています。そうね、スズメバチの襲来あったしな。お母さん、どうか私にも手伝わせてください。遊園地っていう場所を調べてみたいんです。やりません。あかんの、あかんの。私ならきっと役に立ちます。スズメバチ撃退できんね俺。遊園地は普通のなら、あなたのような若いミツバチには危険すぎます。若いミツバチってなんか。それにあなたには花粉を集めるという現実世界で言いそうな言い方。自分の仕事があるでしょ。はい、そうですね。はい、陛下の仰せのままに。結構従順やな。やっぱ陛下には逆らえないよな、なかなかな。ただ結局これ花粉集めすんの。花粉集めばっかじゃん。あ、言ってる言ってる。ばっかり。そんなのどのミツバチでもできる。めっちゃ意識の高い新入社員みたいなこと言ってる。スポンジや。スポンジマンや。
ちょっと待って、急にミッション来ないで。はい、花粉集めます。わかりました。はい。ここじゃないのにさ、かけられたらって思ったよな。そうだよな。格闘チャレンジするよな。ここは飛び入り禁止。お、スズメバチだ。もうね、大スズメバチで鳴らしたからね。普通のスズメバチ程度には、あ、ブブブンに吹いてる。ブンの、いやこれブブブンやから、最初のブンのやつよりは3倍ぐらい強いはず。格付けがあんのかな、ブンの言い方で。あ、ちょっと体力多いな。いやもうこれ攻撃が遅いもん、大スズメバチに比べたら。もう何も怖ない、こんな。いやいやいや、あの戦いを下手俺からすれば、お前の攻撃など蚊が止まった程度のようなものよ。いや、蜂が止まった程度のものかな。全然うまいこと言ってない、そのまんまや。はい、簡単。もうダラダラ喋りながらも余裕で勝てる。戦いの中で強くなったわ、この女。無理無理、鍛え方が足りんわ。感謝の尻尾好き100万回やってきてくれね。こっか。あら、どうしたの？アリス、悲しそうな顔して。悲しいんだ。偵察に行かせてくれないんだよ。うんざり。新しい巣の場所探しを手伝いたいのに、陛下が許してくれないんだよ。そういうこと。だからがっかりしちゃったのね。なら元気になることを教えてあげる。なんだなんだ。ついてきて。レッドブル。あと風に気をつけてね。あ、はいはいはい。あ、またこれか。なるほど。アリス、待ってくれ。逃げないでくれ。ミスできる回数2回しかない。ちょっと少ないんですか。でも簡単なんかな。だって飛行を楽しもうって言ってるからさ。あんな競争みたいな感じにはしないでほしい。いやでもまあまあ、ちょ風強いな。これね、結構こう持っていかれるんですよね、コントロールを。あ、でもなんかあの矢印ゲージとか出てけえへんし、あんまゆっくりペースでアリスについていけてるから、これはまあ言うて簡単よ。おお、家の中入って、どういうこと。アリス、何、裏切り者。ちょっと待って、スズメバチの巣連れてこられたんですが、アリス、スティーブン・テミリを倒して。待って。まあボコボコに、はい、カウンターからの攻撃で必殺パンチからのアッパーでとどめさしたったわ。ほんまに分じゃ勝てんわ。せめてブブブブンぐらい来てくれるな。スズメバチがいるとなると、もっと安全な場所を見つけないと、ね、待って、あの安全な場所よりまずはあの裏切り者アリスを探せ。あいつまでが遊園地来てるやん。おお。あ、そう、遊園地なんですよ。思わずね、アリスのせい。でもここに来ちゃったわけだし、調べてみる分にはいいかな。脳天気やわ。そう、アリス、針で交流？いいね。いや、クマは怖いけど、人間に交流でもしてみるか。な、兄ちゃん。これっていいかも。でも、うざいし、すごく早いし、もっといい場所を探さないと。えい、あ、させてる。いいね。どう？気持ちいいっしょ、兄ちゃん。どう？動じないな、でも、人間さん。なんかさ、コメントでもらってたけど、ミツバチって刺したら死ぬらしいのよね。なんやけど。この子は全然大丈夫そうやな、何回も刺してんねんけど。ちょっと他の子も交流するか。あ、鳩行こう。ウィス、あれ刺せない。おっす、鳩も強いね。お、交流しがいのありそうなでっかい兄ちゃんにどんどん刺していこう。口、鼻、あ、ずれ、鼻、目、怖っ。先端恐怖症やった。どうしようこの子。よっ、おー、風船割れた。おー、あ、ミツバチ怪獣やって。あ、割れた、これも。いいね、でっかいの。
さあ戦闘練習ちょっとするか、ね、これは何事か。もうスズメバチや。巻き込まれたミツバチか。はい、そうです。なんかに巻き込まれてない。ええ、先輩。私はただ。いや、実に面倒な状況だぞ。小さなミツバチを。はい。よし、やるか。大ミツバチ。よ、やばい。あ、いけた。必殺。必殺。いけ。もう一発。いけ。とどめ。あ、くそ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 、ちょっと無理したか。いけ、なあかん。え、ガド、からの、オッケー、オッケー、あかん。上、ガド、上、いざ、いけ、必殺からの、もう一発入る。ちょっと待って、確実に行こう。ガードからの、入らん。よし、入った。ガードからの、入らん。オッケー、よし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 、勝った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 。とうとうオオスズメバチに勝った。完全にチャンピオンや。もう誰にでも勝てる気がする。やったぜ。なんか針で氷をもう一回出てきた。謎。ちょっとこんな場所で何してるの？ペイトン、ペイトン、いいね。ペイトン博士。ペイトン教授か。花粉回収鉢の来るところじゃないわよ。あ、そうです。はい。あ、大変申し訳ございません。そうしていたら、どうぞ。アリスってやつのせいなんですよ、先輩。それで、ね、どうせここに来たんだし、新しい巣の場所を探さないかなって。俺は良かれと思ってさ。アリスのせいなんですよ、全部。あなたね、陛下の命令に背いたのよ。命令は絶対マンや。ペイトン教授。与えられた仕事をこなすの。はい。今すぐ花粉集めに戻りなさい。はい、戻ります。またここに姿を見せたら今度こそ報告するわよ。あー、怖い怖い。おつぼね様は怖いね。しかも偵察鉢に叱られちゃったし。結局花を探そうか。残念。せめて珍しい花の花粉を集めていこうかな。はい、ちょうどいい探し場所も分かってるし。おかしな道場、人間が巣の脅威になっているので今日は新しい場所を探そうと出かけてみたんだけど、偵察が言うには、私は花粉を巣に持ち帰るのに集中すべきだって。冬がやってくる前にやることはたくさんあるんだ。